なんか今回の世界は調子狂うな。なんてか、物語のレールに乗せられているっていうか。誰だ？こんばんは。サキ。あの、すみません。この部屋のベランダに風でパンツが舞ってきませんでしたか？は？いいえ、何も舞ってこなければ別にいいんです。最近パンツがどんどん減ってるので、もしやと思いまして。はあ、そうなのか。それはそうと、昼間は見苦しいところをお見せして申し訳ありませんでした。な、今ここってどうなってるんだ？はい、実は数年前に隣国である大人王国に負け、それ以降ずっとこの国は大人王国の言いなりになっているのです。大人王国は毎月一人ずつ年貢と称して男性を連れて行ってしまうのです。そのため村にはすでに男ではなくなり、女性ばかりになってしまいました。なるほどな。アオトさんでしたよね。お願いです、サキと一緒に大人王国へ行ってもらえませんか？なんだって、行ってどうするんだよ。捕まっている我が国の民を全員救出したいのです。もう私は限界なんです。でも側近の光五条は私が大人王国へ向かうのを許してはくれません。ですからどうかお願いです。旅の方だけが頼りなのです。わかったわかった。でもそんなことをして側近さんは大丈夫なのか？彼はこの国の苦しみを全く理解していないんです。だから今もお忍びで出てきています。やれやれ、やんちゃん姫様だ。わかったよ、大人王国へ付き合ってやる。捕まった連中のことも心配だしな。本当ですか？ありがとうございます。よし、そうと決まれば善は急げだ。すぐに出かけようぜ。はい、それじゃあまず国境の橋へ向かいましょう。大人王国へ行くためには避けて通れません。ここが国境なんだな。はい、ここから先は大人の国、用心していきましょう。いかねえな、サキ姫さんよ。お前はミュート。あん、お前は誰だ。おい、姫さんよ、まだ男がいるじゃねえか。この方は旅の方です。私の国の民ではありません。そんなことは関係ねえんだよ。男税を払ってもらえればそれでいいんだからよ。その言葉、俺を倒してから言うんだな。なんだと、この米粒男が。アオトさん、ダメです。暴力はよくありません。行くぜ。ぐあっ、なんという強さだ。ざっとこんなもんさ。姫様、光御女、どうしてここに？姫様が寝室にいらっしゃらなかったので、もしやと思い来てみました。一体どういうことですか？サキの部屋に入ったんですか？それより、こいつはミュート。なぜここで倒れてるんですか？俺が倒したんだよ。なんということだ。ミュートを倒してしまうとは。姫、お気を確かに。
サキは大丈夫です。どういうことだ。ミュートは昔我がスイーツ王国の民で、姫とは大の仲良しだったんです。はあ、なんだって。こいつサキと仲が良かったのに寝返ったのか。待ってください。きっとミュートにはミュートの事情があるんです。彼女を悪く言わないでください。だってミュートはサキの仲間なんですから。いやでも毎月村を襲いに来るんだろ。そんなやつもう仲間でもなんでもねえよ。いいえ、仲間です。きっと何かどうしようもない事情があるんです。そうでなければこんなことには。ゴー！し、復活しやがった。ミュートさん、もうやめましょう。さっきの元へ戻ってきてください。なんだと？サキはミュートさんを責めたりしませんから。ミュートさんが寝返っちゃったのには仕方のない事情があったんですよね。そんなものはねえよ。師匠、今回は見逃している。次は覚えてろよ。逃げられた。追いかけないと。いえ、いいんです。きっとミュートさんは分かってくれてますから。今はちょっと恥ずかしがってるだけなんです。それにもしかしたら大人王国の女王様に何か弱みを握られているのかもしれません。もしそうなら助けてあげたいんです。サキ姫、どうしても大人王国に行かれるのですか？はい、行って大人王国の女王様とお話ししてきます。仲良く国を治めませんかって。本当は大人王国さんだって戦争は嫌だと思ってると思うんです。だからさあ行こうぜ、大人王国へ。アオトさん、ミュートを助けるんだろ。一緒に行ってやるよ。ありがとうございます。やれやれ、姫は言い出したら聞きませんからね。旅人殿、姫のことをよろしく頼みます。まあ任せておけ。姫もご無理をなさらないように。留守中のお城と村のことは私がしっかり守りますから。はい、お願いします。くれぐれも先の部屋に無断で入ることだけはしないでくださいね。最近パンツがなくなって大変なんですから。それでは私はこれで。なあ、サキのパンツがなくなってるの、あいつが怪しいんじゃないか。そんなことありませんよ。光五条はとても有能で、いつもサキのことを気遣ってくれる優しい人です。この間もサキが忙しい時にお洗濯とかお掃除とかしてくれましたし。いや、とにかく先へ進もうぜ。不気味な城だな。いかにも魔王がいそうな。はい、とっても不気味です。やい、お前たち。お前はアーケか。おい、この城の主はどこにいるんだ。この城の主はこの奥を10メートル進んで3丁目のタバコ屋の角を曲がって3つ電柱を過ぎたところの路地を曲がると右に宝石が。おい、真面目に答えろよ。真面目に答えてるわ。いいか、よく聞け。その者赤き衣の袖を振り、地を蹴って飛び立たんとす。地は裂け、天は轟き。はあ？何言ってるのか全然わからねえよ。お前、耳悪いのか？待てよ、これはもしかして。
おい、テポ、